気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子、言の葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます。渡辺翔子です。今週のことの葉はこちら。背中に出るのはその後だ。北野武さんが上司役で登場する缶コーヒーの CM。 背中で語れる父親になりたいという部下に対し、上司はじゃあ腹くくんねえとなと切り返します。そしてこう続けるのです。覚悟を決めて何かを極める。背中に出んのはその後だ。この言葉を耳にしながら、背中が後なら初めはなんて考えてしまいました。まあ当たり前ですが、前を向いているのは顔で、背中は後ろにありますよね。となると最初に出るのは顔なのでしょうか。顔は英語でフェイスと言いますが、それは名詞の場合で、動詞になるとフェイスには現実を直視するとか向き合うという意味があります。ということは、直面した事態を逃げないで受け止めた時、覚悟を決めた時、そうした生き方はまず顔に現れるのではないかと思いました。一方、背中はバック、後ろという意味だけでなく背景という意味もあります。ですから背中はその人の本質。何かに直面しようがしまいが、覚悟を決めようが決めまいが、自分の預かり知らないところで自分を表していると言えるかもしれません。だから背中に出るのはその後なのでしょうが、考えてみると、自分の背後にドーンと控えているそのような背景、背中によって私たちは前を向けているのかもしれません。アメリカの元大統領リンカーンは、男は40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持てと言いましたが、40を過ぎようが過ぎまいが、男だろうが女だろうが、そして顔だけでなく背中にも責任を持てるような生き方をしていきたいなと思いました。さあ、新しい1週間が始まりました。今週も笑顔でいきましょう。